2017年10月の22日、23時49分です。よろしくお願いします。おはよう。あ、メガネある、のんちゃん。ありがとう。あ、ありがとう。おい、みのむしさんはどつ、おはよう。みのむしさんいらっしゃい。高幸さん、初見さんいらっしゃい。村田勝った？マジで。村田勝った？ああ、よかったよかった。え、タイトル？タイトル？村田さん。ハーモニカはブルースハープですか？ブルースハープ？あ、そう、勝ったんだ、よかった。タイトルだ、取った、いいね。あ、ブルースハープいいっすね。ブルースハープだ。手元にあるのはオーディオインターフェースですね。ミキサーっていう、まあミキサーでもあるんですけど、ミキサー機能付きのオーディオインターフェースですね。曲は作りますよ。はい。曲は作りますよ。作りますね。シンガーソングライターなんで。ジャンルは特にこだわりないですね。何でも、僕のファンは、僕が歌ったら何でも聴くっていう感じなんで。ペコちゃんはだつ。のんちゃん、風船5個ありがとう。TKO か、そっかそっか。いいね。あ、そう。まあ、あの人強いからな、普通に。ああ、よかったね。WBA、世界ミドル級。ああ、31歳なんだ。ラウンド TKO。いいね。あとで見てみよう。
あ、同世代なんだ。いいね。青がトレードマークだ。何、同じ人とやったのかな？前回よりって書いてある。前回より圧力があった。同じ人とやったんかな。僕は、身体障害者でハーモニカで癒されたんで、ハーモニカで癒せるくらい上手くなって、将来はハーモニカで稼ぎたいです。おー、いいっすね。いいっすね。頑張ってください。あ、同じ人とやったんだ。あ、よかったじゃん。ね、疑惑の判定だったからね。いや、それは嬉しいよね。世界取るってことは波じゃないよな。ああ、そうだったんだ。まあ、それはしょうがないでしょ。それはしょうがないよ。タイミング間違えちゃったんでしょ。それ悔しいね。ファンからするとね。俺、熱があんのかな？風邪ひいてんのかな？ちょっと頭ぼーっとすんな、今日。調子悪いわ。頭がすげえぼーっとするわ。低血糖ではないかな。低血糖な感じではない。普通に風邪ひいたっぽいね、ちょっと。ニコラスいらっしゃい。鼻風邪だね。頭もちょっとぼーっとし始めて。今日はまったりやろう。
いや、行ってない。いた？みんないた？選挙行った？自民党圧勝だったね。希望の党結構頑張ったんじゃないの？ありがとう。行かなかった？期日前で行ったんだ、偉いじゃん。ああ、偉いね。みんな行くんだ。ネット投票だったら全然やるけどね。行ったんだ。っていうか、まだ空いてる？雨の音すげえな。ザーザー、台風か。まず閉まってるね。音聞こえてくるね。アキラッパの炎上してるのが知らない。なんで炎上してんの？アキラッパ炎上してんの？弦緩めてないね。アキラッパ炎上してんの？なんで？どんな感じだ？東海地区すごくなってきた。今、いや、東京すごいよ、今。新しい季節はなぜか切ない日々で、河原の道を自転車で走る君を追いかけた。思い出のレコードと大げさなエピソードを疲れた肩にぶら下げて、しかめ面まぶしそうに、同じセリフ同じ時思わず口にするような、ありふれたこの魔法で作り上げ上げスピッツ好きだね。スピッツ大好きだね。二人だけの国、君の手を離さぬように、大きな力で空に浮かべたら、いや、コメントって閲覧がないからいいじゃん。大宮サンセットわかんないな。あなたのことを
深く愛せるかしら、子供みたいな光で僕を染める、風に吹かれた君の冷たい頬に触れてみた小さな午後、諦めかけた楽しい過去の日々に、一度きりなら届きそうな気がしてた、誰も知らないとこへ流れるままにされていた猫のように、ようにふざけ、あとありがとう。恋が幻でも構わないといつしか思っていた、壊れながら君を追いかけてく、近づいても遠くても知っていた、それが全てで何もないこと、時のシャワーの中で。春の歌いいね。この坂道もそろそろピークで、馬鹿らしい嘘も消え去りそうです、やがて来る大切な季節を思い描いてたら、ちょうどいい頃に素敵なコードでものすごい高さに届きそうです、言葉より触れ合い求めて突き進む君へ、粉のように飛び出す切ないときめきです、今だけは柔な歯、柔な歯とがしびれる、心地よい針の刺激、わけもないのに輝く、それだけが愛の印、いつかあなたには全て、これスピッツの歌だよ、打ち明けよう、少し強くなるために、こんばんはこんばんは矢野らあき、恋ね、夢の中でもめくるめくるめく夜の不思議、知らんかった、
井上陽水とかね、パフィーの歌って井上陽水とかスピッツとか奥田民生が書いてんだよね。これは完全にスピッツの曲。愛の印。スピッツはいい歌いっぱいあるよ。俺が一番好きなのはこれかな。懐かしいよね。パフィー良かったよね。パフィーは今で言う誰なんだろうね。ささやく冗談でいつもつながりを信じていた。砂漠が遠く見えそうな時もぼやけた六等星だけど思い込みの恋に、こんばんは。初めてプライドの柵を越えて、風のような歌届けたいよ。野生の残り火抱いて、素足で走れば。君が思い出になる前にね。柔らかい日々が波の音に染まる。幻を止めないで。ねじ曲げた思い出も捨てられず生きてきた。ギリギリ妄想だけで君と水になってずっと流れるよ。行き着いたその場所が最後だとしても、柔らかい日々が波の音に染まる。幻よ覚めないで。渚は二人の夢を混ぜ合わせる。揺れながら輝いて輝いて、ああ輝いて、ああ、柔らかい日々が波の音に染まる。幻よ覚めないで。あ、寝てたね。あは二人の何の電話だったんだろう。放送中だった。じゃあペコが好きな歌歌おうか。ちょっとコード難しいけどね。あの日もここではみ出しそうな君の笑顔を見た。水の色も風の匂いも変わったね。明日の朝僕は船に乗り、離れ離れになる。夢に見た君との旅路は叶わない。きっと僕ら
導かれるまま兄は歩き続け、え、上手経験者入ったからサブリーダーからヒラ、あ、じゃあ俺やんねえわ、めんどくせえ、うん、じゃあ抜ける、うん、二度としい振りだっていいから、子供の目で僕を困らせて、電話相談？怖くて迷ってます？何が怖いの？普通に電話かけてきな、出るよ、何でも出ますよ、自分のタイミングいい時でいいよ、歌ってる時でも全然、自分がかけたい時にかけておいで、 何が怖いの何が怖いの、いつでもかけておいで、幼い微熱を下げられないまま、神様の影を恐れて、隠したナイフが似合わない僕を、おどけた歌で慰めた、色あせながら、ひび割れながら、輝く術を求めて、君と出会った奇跡がこの胸に溢れてる、きっと今は自由に空も飛べるはず、夢を濡らした涙が海原へ流れたら、ずっとそばで笑っていい、
もしもーし。あ、もしもし。もしもーし、ワドです。すいません、こんばんは。こんばんは。放送のね、音は切ってもらってもいいですか？回っちゃうあ、のごで。めんなさい。どうしたんですか？今日は。もしもし？あ、ごめんなさい。すごい緊張してて。緊張しなくていいよ、全すいません。然。なんかあったの？なんか以前 LINE で、ちょっとコメントしたことあったかもしれないですけど、なんか自分のこう生きる意味っていうのが分からなくて生きてる意味がわからないんだ。うさぎさんは。今おいくつなんですか？大体年齢は。今30代の後半です。30代後半、アラフォーか、今、じゃそうですあ。そっかそっか。なんで生きてる意味がわかんないの？なんか、ずっとあったの？ずっと抱えてたの？そうですね。なんか子供の頃からというか、まあ両親の問題で、まあいろいろあって、ごめんなさい、なんかうまく言えないんですゆっけくりでいいよ。ゆっくりでいいよ。うまく伝えようとしないでいいから。一生懸命なのは伝わってるから。大丈夫だよ。ちょっともう小さい時はすごい重度の喘息を持ってて、でまあ中学生ぐらいでそれは完治したんですけど、で今度高校に入って、重度のなんかこうアトピーに変わって、それがまあ体に出てきて、アトまあビーそ体れが質なんだ。そうですね。でまあそれは自分でいろいろ勉強して、もう完全に完治はしたんですけど、まあその高校のその3年間の中で、もうちょっと顔が主にすごくひどかったので、顔にアトピーが出たんだ。そうですね、まあ全身ではあったんですけど、見え、体は隠せるけど、そうだね、顔は隠せないもんね、なかなかね。でその高校生活の中でなんかパニック障害、まあその当時っていうか今みたいにその有名ではなかったので、まあ自分で過呼吸とかが起きるようになったので、自己判断な自己診断ではあるんですけど、
で、全然電車とかも乗れなくなったりとか、それをなんかこう、両親に全然相談できる環境じゃなくて、なんかこう、一人でこう抱え込んでしまったんですよね。なるほど。中学校の時にこう遊はい。びになったりして、でコミュニケーションうまく取れなかったりとかで悩んでて、でこうパニック障害とかも自分で判断して、ああ私パニック障害とか出ちゃってるってなって、どんどん追い詰めちゃったんだね。そうですね。で今ではその電車になかなか乗れなかったりとかして、どうしたらいいか悩んでるってことでいいかな。今はもう、あ、もうっていうか、薬、安定剤とかを持ち歩くことで、頓服？そうですね。リスパとかかな？デパスデでパスすか。ね。はい。そっか。頓服は効く？あ、聞きますね。あ、そっかそっか。今悩んでることはどういうことなんだろちょっと4年前に、う。4年前。父親が、自ら命を絶ってしまって、で、まあ、それもっていうか、それがきっかけになったのか、ごめんなさいいよ、ゆっくりでいいよ。気にしない。人目が気になるからね、緊張しちゃうんだよ。い。すみません。いいんだよ、うさぎさんのペースでゆっくりでいいよ。俺は暇だから。謝らないで、大丈夫だよ。で、まあ、かこう、人にこう弱いところを見られるのがすごく嫌で、うさぎさんが？はい。こう周りからはすごく明るくて、まあ仕事も今してるんですけど、偉いね。でもこうあまり、まあ仕事もあまり長続きできるタイプではなくて。続かないんだね。続かない、そうですね。それがその、なんか自分の感情とかを抑え込むっていうか押し殺す癖がついちゃってて、自分の感情を自分で抑えちゃうんだ。そうですね。なるほど。まあ、もちろん周りから見て、私自身がわがままだったり、周りからどう見られてるかはわからないですけど、私も他人にすごく迷惑をかけてる部分もあると思うし、っていうのも分かってる上で、なんか、生きてることがすごく苦しくなるうさぎこさん、とが、ちょっと待っててもらってもいい？はい。ちょっと待ってて。
なるほど。ちょっと待っててね、1分ぐらい。じゃあ一緒に考えてみようか。すいません。いいよ。一緒に考えようか、じゃあ。どうしたらいいか。じゃあさ、うさぎさんはさ、多分さ、俺今話聞いてみてね。こんがらがっちゃってんじゃないかなと思ったの。それで誰かに話聞いてもらいたいとか悩みを相談したいと思って電話かけてくれたと思うんだよね。うさぎさんはさ、ん？もしもし、声聞こえないな。あれ？ちょっと待って。あれ？もしもし。あれ？もしもし。もしもし？あれ？どっから声出てる？あれ？もしもし？スピーカーから出ちゃってる？ちょっと待ってね、うさぎさん。あれ？なんで？ LINE。あれ？ちょっと一回切ってもいいですか？かけ直しても。すいません。あれ？なんでだ？ん？スピーカーから音出てた、今。なんか設定変わったよね。あれ？おかしいな。こんばんは、ソアラの人、わだつ。もしもし。もし、あ、ごめんごめん、直った。ごめん、こっちの機材トラブルでね、音聞こえなくなっちゃってて。すみません。いいよいいよ。お薬思い出した？のんちゃん。いろいろ悩んでて、幼少期のこととか、職場のこととかいろいろ悩んでて、生きてる意味が見出せなくなっちゃったっていうのはよく分かった。で、俺はね、一番大事なことを今から聞いていきたいんだけど、大丈夫かな？言いたくないことは言わなくてもいいからね、放送で。ほら、YouTube とかにも残っちゃったりするから、生放送の場合だとさ。あ、個人情報とか言いたくないことは言わなくていいから、でも話せることは正直に向き合ってもらいたいんだけど、うさぎさんはさ、一番その自分を変えたいところとかさ、ここを変えたいっていうか直したいっていうかさ、どういうふうに生きたいっていう願望とかはあるの？あんまり、本当の気持ちだよ。まあ年齢的にもう30代後半になるので なんか でもそうですね、なんか自己管理っていうか、ちょっと、金銭の
管理とかが全くできなくて それはもらったお給料とかを使い込んじゃうっていうことなのかな、それとも誰かが管理してるっていうことなのかではなくて、な。決まったお給料の中で自分の、生活をしっかり自己管理ができないので、まあ、クレジットカード使い込んじゃうってこと？何か浪費癖があるってこと？そうですね、もう多分買い物依存症とかだと思うんですけど、どんななのものをで、まあ、どんなものを買っちゃうのかな？例えばその買い物依存症、カードとかをね、身の丈を超えるお金を使い込んじゃうって意味だと思ってるんだけど、そうですね。どんなことにお金を使っちゃってるのかな？もう洋服とかバッグとか靴とかブランドもの？ブランドものです。使わないのに、お金を使ってる時だけ自己承認欲求が満たされるのね。そうですね、わかるわかる。消費をね、しすぎちゃう人はね、みんなそれで悩んでるの。本当はいらないの分かってるんだけど、買う時だけ幸せな気分になったり、気分が高揚したりするから、癖になってやめられないんだよね。それを直したいんだ、まずは。そうですね。なるほど。なんでさ、その買い物にしちゃうと思いますか？うさぎさんはなんで自分で買い物しちゃうの？いらないものを買っちゃうのか教えて。なんかその買ってる瞬間だけはなんか嫌なこととか全てが忘れられるので、忘れられるっていうか、何も考えなくていい感じがするのかな。そうですね、なんか認められてる気がするっていうか、認められてる気がするんだ。うん、でもその自分は変えたいっていうことでいいよね。今は変えたいっていうか変えなきゃいけないな、自分で気づいたんだ、このままだとダメだっていうことに。そうですね。変えるためにはまず自分ではどうしたらいいと思う？まあもう、そのカードのすべてを解約することと、カードを解約する。あとは、その他で何か満たされるもの素晴らしいね。を、そっか。じゃあまず2つ方法論が出てきたじゃん、今うさぎさんの中で。カードを解約すれば、浪費癖がなくなるっていうことと、他に買い物以外に楽しいことを見つけようっていう。カードの解約はさ、明日にでもできることじゃない？そうですね。じゃあそれはそれで、どうするかもう分かってるじゃん、どうすべきか。それは1個問題は解決したね。そうですね。じゃあ今度、もう一つ考えなくちゃいけないのがさ、買い物以外に何か楽しいことを見つけるっていうことを少し考えてみようか。そうですね。どんなことをしてるときが楽しいの、うさぎさんは？
今の時点で、うん。ちょっとわからないかもしれ今の時点ではちょっとわからないか。うん。ん。じゃあ、ちょっとイメージしてみてもらってもいいかな。はい。うん。嬉しいことって自分で今言って、俺の言ったことを復唱してみてもらっていい？うん。嬉しいこと。嬉しいこと、うん。気持ちいいこと。気持ちいいこと、うん。楽しいこと。楽しいこと、うん。かっこいいこと。かっこいいこと、うん。誇らしいこと。誇らしいこと、うん。嬉しいこと、気持ちいいこと、楽しいこと、かっこいいこと、誇らしいことって、5つ今言ったでしょ、自分で。はい、うん。はい。その時にどんなものが連想されたか教えてもらいたいかな。実はその買い物をする時に、はその5つの欲求が作動してるのね、うさぎさんは心理的に。い。はい。うん。そう。何を連想イメージで持ったのか。嬉しいことって自分で言った時、イメージした時に、楽しいこと、気持ちいいこと、誇らしいこと、何でもいいよ、正直に教えてもらいたい。で、その時に買い物っていうのがショッピングって出たらショッピングでもいいし。うん。あ、その一つ一つに対して一つってことですか？でもいいし、全部含めてでもいいよ。こいいこと？うん。から行こうか。なんか、うん。もともと、なんか自分で言うのもなんなんですけど、そのスタイルはいい方で、スタイルに自信があるんだ、うさぎさんは。その自信があったんですけど、うん。その父親が亡くなって、ちょっと精神的にダメになってしまって、その私もなんかすごく今思うとすごく安易だったんですけど、精神科の病院に入院してしまったんですね。で、その入院した日の夜からなんか袋に入ってて、なんか12錠ぐらい薬が入ってる袋を ごめんなさい。なんか飲まされるっていうか、飲んでくださいって言って、その朝昼晩と3食、ごめんね、一回話を戻してもいいかな。あ、ごめん話なさをい。遮ってごめんね。うん。自分にとってかっこいいことから多分ね、それちゃってるでしょ。多分ね、うさぎさんが苦手なのはね、そこもあると思うの。うん、今ね、俺のことを信じてね、かっこいいこと、楽しいこと、気持ちいいことに集中してみて。うん。うん。かっこいいことで、そのおしゃれすることがすごく好きなので、おしゃれをするのが好きなんだね。そうですうね。ん、うん。おしゃれがしたい。おしゃれをして、うん。それが楽しい？
楽しいです。うん、楽しいね。あったね。おしゃれをするとワクワクする？ワクワクしますうん。ね。見つかったね。ね、もしそれでね、薬の副作用とかでもしこ、体型とかが維持できなくなってるんだったらさ、またダイエットする喜びもあるでしょ？そうですね。全ては捉え方でさ、例えば世の中にはね、コーヒーっていうものをあった時にコーヒー嫌いっていう人と好きっていう人がいるの。で、俺はすごくコーヒーが大好きなの。毎日飲んでるの。でも嫌いな人は飲まない。でそうも、ですね。そうだよね。で、事実、コーヒーっていうのは事実なの。誰が見てもここにコーヒーがあるっていう、画面上にコーヒーが映ってるっていうのは普遍的なことなのね。で、事実っていうのは変えることができないの。そうですね、でも解釈っていうのは、変えることができるんだよ。私の人生がつまらないっていう悩み相談でしょ？生きてる意味がわからないよっていう悩み相談なんだけど、それはさ、うさぎさんにとっての事実なのか解釈なのかどっちだと思う？事実。違うな。解釈なんだよ。事実だと思ってるから変えられないって悩んでるの。うさぎさんは。でも解釈は変えることができるの。太っていることがコンプレックスな人もいるが、太っていることが美しいっていう人もいるのよ。世の中には。だからね、あんまりね、そのこうだって決めつけないくていいよ。で、スタイルがいい時、服をおしゃれして、自分が綺麗だなとか可愛いなっていうのに、その喜びを感じるわけでしょ、うさぎさんは。写真を撮ったり鏡を見たりして、あ、私今日も綺麗だなって。でしょ。いいじゃん、いいじゃない、なかなか私30代後半だけど。ねえ、なかなかなスタイルだったじゃないっていうのが自慢だったわけじゃん、自分のささやかな。ねえ、そういうことをいっぱい探してほしいの、俺はうさぎさんに。生きてることに意味なんか結論から言うとないです。ここに90何人いるけれども、俺も含めてさ、100人近くの人が見てるし、同じ気持ちだと思うけど、生きてることに答えを見出せる人っていうのは少ないの。でもね、生きてることに意味はないかもしれないけれども、生きてる意味を作ることはできるの。わかる？わかります。で、うさぎさんの人生っていうのは限りがあるもそうですの。ね、ほっといても絶対死ぬから 大丈夫。神様はすごくすごいから、神様、勝手に終わらせてくれるから安心して。で、うさぎさんが今やる生まれてきた意味っていうのはさ、俺はね、うさぎさんが楽しんだり悲しんだり喜んだりとか、いろんなことを経験することだと思う。だから楽しいことをいっぱい見つけて、辛いこともいっぱいあるんだけど、辛いことだけじゃないから、絶対に。そうですね。絶対に辛いことだけしか起こらない人生なんてないから。だから今自分で言ったでしょ？もう買い物癖が嫌だから、買い物をやめたいと。で、楽しいことが見つからないって言ってたけど、実は私スタイル自信があるんですって。
ね、はいくつになっても恋愛はできるし、素敵な人をね、い。綺麗にしてたらさ、素敵な男性から声かかるかもしれないじゃん。あ、ごめんね、恋人がいるかどうかわからないけれども。そしたら楽しいでしょ。そうですね。素敵な男性とデートしたりとか、お茶飲んだりとか、は素敵な夜を過ごしたりとか。い。で、今度は振られただとかさ、浮気はされたとか、今度は始まるのよ。い。はい。はい。で、悲しめばいいの。その時また電話してくればいいし。だから、辛いことばかりだって考えないで、楽しみな、残ってる人生を。絶対どうせ死ぬから。いい意味でよ。絶対死ぬから。俺もウサギさんも絶対死ぬから。ここにいるリスナーで、不老不死で俺5000年生きてるんだっていう人いないから。そう。で、生きてる意味がわかる人っていうのは、ここにいる100人の中で、多分答え出してる人なんかいないと思うよ。そうですね。そう。バッグも売ればいいんじゃない？服も。そしたら借金返せるでしょ。少しでも負担軽くなって。そうですよね。綺麗な人は何着ても綺麗だよ。安い服でもおしゃれできるし、まあ、高い服はね、生地が良かったりデザインが良かったりするから全然違うからね。つい欲しくなるけどね。そう、そしたらまた考えてみてさ、じゃあショッピングに行くの減らそうとか、多分街をプラプラ歩いてる時にさ、欲しくなっちゃうんだよ。でしょ？そう。習慣を変えたらさ、結果は変わるから。そうですね。人生の解釈は無限にあるよ。今無料で遊べるものなんかいっぱいあるんだから、放送でも YouTube でも、自分でブログ書いたりとかさ、そうですよおしゃれブログでもやればいいし、ね。Twitter に写真を上げて、もういいだろうしさ。そうですね。思うよ。あとは行動ね。明日あれだよ、カード解約しな。カード解約したら電話かけてきなよ、しましたって。大体の人がしないの、行動を。今日すっきりして終わっちゃうの。だそうでからす。悩みの原因を取らないといけないのね、本当は。過去は変えらんないけど、未来は変えられるからね。で、未来を変えられるのは今だから。そうですね。明日、カードを解約する。使えないようにするね。で、バッグいらないなんだったら売る。で、まずそっからだよ。ほら、ルミネ行ったら可愛い服いっぱいあってびっくりしたって言ってるよ。安くてもいい服いっぱいある。自分の人生は自分でコントロールできるっていうことを覚えといて。そう。あとね、多分当たってると思うんだけど、うさぎさんはね、多分自分の境遇が悪いからだっていうところがあると思うの。人と違う境遇だったから私はこうなってしまったんだっていう部分はない？家庭環境のこととかアトピーのこととか。なんか本当にたった一回の
過呼吸が起きてしまって、本当にたった1回のことだったのに、その恐怖が抜けなくて、もう20年以上それに苦しんでる、苦しんでるというか、怖いんだよね、常にもう一回起こるの。今日、そうですね。それにもなんかもう疲れちゃって、なんかあの一瞬がなければ、変えられるから大丈夫だよ。それは自分で訓練していくってことで、訓練とかないの。いつか気づくよ。私の思い込みだって。過呼吸が起こったっていうことは変えられないよ。過去のことだから。でも、20年間過呼吸を起こしてないっていうのも事実でしょ。そう。あれって。私、20年前の過呼吸に怯えてただけで、20年間何も起きてないわって。そう、そこにいつか気づけるの。事実をね、まっすぐ捉えた方がいいよ。解釈じゃなくて、自分の感情が入ってるの。怖いっていう。そう、恐怖に駆動されるから、人間は。でも事実だけを見ると、冷静にね、20年間過呼吸は起きてないんだよ。でしょ？そうですね。だからね、恐怖は何も生まないよ。大丈夫だよ。悩みからは何も生まれないの。悩みは悩みを生むだけそうですね。の。悩まなくていいよ。本当に世の中にいる悩んでる人で、そう、何かを生み出してる人はいないから。行動をさせなくなるだけなの、悩みっていうのは。悩まなくていいよ。そうですね。向き合うのがね、難しい時はね、ほったらかせばいいよ。俺がよく使うんだけど、解決できない問題とかさ、理不尽なことって起こるの、生きてると。どうしようもないことって起こるの。でもね、解決できないから悩んだりするの。解決できない時はね、そっと付き合えばいいよ。考えないで。無理にね、解決しようとしても糸をこう、こんがらがるだけだから。そうですね。世の中はいろんな、こう、理不尽なことが起こるっていうのを、覚えておくといいよ。そうですね。それも含めて経験だから。でももう、それが起こらないように、どうにかすることはできると思うよ。変えられることもある。変えられないことはある。変えられることは変えよそうですね。う。
変えられないのか、変えないのか、変えるのか。それは自分だよ。どうなりたいかは選べるよ。そうですね。他には悩んでることある？もしもし。あ、もしもし、すいません どう？他には悩んでることある？なんかその、入院してしまって、なんか体重が一気に20キロ以上太ってしまって、でなんかその全部の薬を抜くのに離脱症状がすごくて、もう3年間ぐらいかかってやっと抜け出したんですけど、なんかもちろん自分が選んでいった場所だし、さっきおっしゃってもらってみたいに過去は変えられないのは分かってるんですけど、なんかその意思に対する恨みっていうか、なんかもう全く必要のない薬を強制的に本当に飲まされてしまったので、なんかそれを、環境のせいじゃないよ。飲んだのは自分だよ。そうですよね。そう。環境のせいにするとね、取り返しのつかないことになる。解釈、自分が選んで飲んだんだって思うか、医者に飲まされたって思うのは解釈なのね。飲んだことは事実だ。で、人のせいにする人、例えば俺が今から言おうか。俺の話聞いてて。俺が稼げねえのはリスナーのせいだよ。花火くれねえからよ。俺はよ、中学卒業できなかったのは親のせいだよ。親の教育が間違ってたんだよ。俺がハゲなのは遺伝のせいだよ。親父さえいなかったら、俺はハゲなんで済んだのに。俺が黒い T シャツを着てるのはよ、彼女のノンタンのせいだよ。ノンタンが黒い服好きだからって。どう思う？これは成長しない人のね、常套句なの。人のせいにする、環境のせいにする、親のせいにする、時間のせいにする、金のせいにする、生まれた育ちのせいにする、貧乏のせいにする、家族のせいにする。自分が選んだことでしょ。病院行くことも。そうです。そう。自己責任って覚えな。で、今飲んでないんだから。今薬飲んでないんでしょ。そう、頓服のだけでしょ。
いっぱい飲んでた薬は飲んでないでしょ。3年前にもうやめた？ 3 年間飲んでない？はい、一気にやめて、3年間経ってる？はい、3年間休なかったのは自分だよ。そうですね。でしょ？痩せよ。は 以上だよ。い、ありがとうございます。あ、いいよ。俺ものんちゃんもダイエットやってるから、今。はい。すごい痩せてるよ。今、のんちゃんも俺も。食事制限ですか？今、1週間ぐらい経つんだけど、だいぶお腹も顔もすっきりしてきたよ。ああ、そうですよね。だから、年末までに10キロ落とす目標で65キロまで落とすから見ててよ。はい、わかりました。人生って簡単に変えるし、体重も、簡単に痩せるっていうのを証明するんで。はい。行動あるのみです。はい。薬やめてもご飯食べてたでしょ？ そうですね。素敵な自分を取り戻してください。はい、ありがとうございます。はいよ。またね。はい。はい、ありがとうございました。はい。失礼しはまい、す。失礼します。はい、マレーニワダツー。はい、みんなおはよう。はい、おはよう、お疲れ。のんちゃんもすごい痩せたもんね。のんちゃん？あれ？のんちゃん？痩せたよね。痩せたよね。ね。はい、ケジュールワード2。はい、傭兵はどっち？はい、ありがとね。あれ、チビにコテハン変えたの？ウサギさんじゃないの？今、チビなの？コテハン変えておくけど、LINE の。どっちか選んで、ウサギさんなのかチビなのか選んで。もう誰が誰だか分かんなくなっちゃうから。チビさんでいいの？コテハンコロコロ変わると誰が誰だか分かんなくなっちゃうから。チビで登録しとけばいい？はい、わだつサーラの人。アキラッパが大変みたいやけど、何が大変なの？シャイニーわだつ、教えて状況。俺はアキラッパの放送見てないから、どんなことがあったのか把握しないとコメントできないよ。何が大変なの？相談？電話かけておいで。俺は家で雑談やってる時は相談とつまち断ったこと一回もないから、かけておいで。二台持ちなんだ。ウサギね。はいはい。じゃあウサギに変えとくよ。はい。ウサギさんね。自分でどうにもならないっていうふうに思い込むとどうにもならない。自分でどうにかなると思うとどうにかなる。 それが人生だから。 自分自身で人生は変えられないって言ってる人は変えられません。変えられますって言ってる人は変えられます。自分で選んでください。自分の人生は。
どうにでもなるんで。初見さんいらっしゃい。ベルちゃん、よろしく。ワドです。はい、もしもし。もしもし、お疲れ様です。お名前どうぞ。陽平です。恭平、よろしく。よろしくお願いします。今配信中なんですけど、このまま電話しても大丈夫ですか？もちろんいいよ。大丈夫ですか？ふわっちでやってんの？ありがとうございます。スパーリング。ふわっちでやってんの？ふわっちです。お疲れ様。お疲れ様です。この前スパーリングありがとうございました。はいはい。で、今回は相談感じで上がらせてもらったんですけど、そうだね。好きな人がいるんですよ、俺。女の子？女の子です。で？配信者なんですけど、その人。配信者のこと好きになったの？はい。で、どうしたらいいのかなって。どうしたらいいそう、かじゃ配ないよ。信やってるとしか。誰なの？それ言っちゃうんすか？いや、言わないと話が。ねまあ、確かに。笑わないでください、ちょっと。え。笑わない。絶対笑わない。ツイキャスで主にやってる、桃奈々さんって人が好きなんですよ。わかりますよね、桃奈々さんって。桃奈々、わかる。桃襟だろ、元。あ、そうです、桃襟です。桃襟。どうせ。え、好きなの？好きっす。めっちゃ好きなんですよ。え、どこが好きなの？もうなんか顔がまずいいじゃないですか。そこ、まず、まあ一番の中身は見た目だから、見た目で見たらめっちゃいいじゃないですか。それは僕個人の考えかもしれないですけど。まあ確かにね、配信界トップレベルの可愛さでアイドルだからね。そうっすよね。で、多分一緒にいて楽しい感じの性格なんですよ。今まで僕付き合ってきた女の中で、ちょっと似た性格の人だったんですよ。その似た性格の元カノと結構付き合ったんですよ。普段は納豆とか食べるの？自分ですか？食べます、食べます。どこのメーカーの納豆食べんの？お、おかめ。おかめ納豆なんだ、やっぱり。なんでですか？いやいや、納豆好きかなと思って。
まあいいんだけど、いや全然いいんだけど。え、で、何、桃、あ、ちょっと米びゅう切ってね。ごめんね、あ、はい。え、で、何、どうしたらいいの？どう？何が、何が相談なのか全然よくわかんないんだけど。え、だからどうやって付き合えばいいかって、付き合う方向に持っていけばいいかみたいな。ああ、どうやっ何？たら決めるのかみたいな。いや、まあ結論から言っていい？はい。知らないよね。え、知らない。知らん、知あ、らな方いよ法ね。知らん。どうやったら付き合ったらいいかって。だって、何、好きだって言ったの？桃奈々に。何回か枠行って、いきなり好きです、付き合ってくださいって言います。で、何て言われたの？洋平さんありがとねって。軽く言いなされてんじゃん。軽く多分流されてる。好きだったら花火投げろよって言われた。投げたの？いや、投げてないです。なんで好きな人に花火投げてって言われて投げなかったの？いや、自分の、お財布の中のマネーがちょっと少なくて。いや、無理でしょ。桃奈々とお前じゃ釣り合わないもん。釣り合わないですか？だって彼女はあれで国民的女優だよ。まあ確かにそうですよね。ふわっちで言ったら、まあトップアイドルでもあるけど、ね、芸能はい。界で言ったら、ね、吉高由里子みたいなポジションだから。そんなに高いポジションなんですか、あのまあ人っまあ、て。配信で言ったらね。配信で言石原さとみとかそういう感じだから。ったら。お前じゃ釣り合わないでしょ。なるほど。じゃあ俺がもっとこう、高い位置に立つようになったら、それは見えてくるってことですよね。だってさ、お前と桃奈々が付き合ってさ、桃奈々が幸せになると思ってんの？本気で。幸せにできる、自信はあります。どうやって幸せにするの？ちょっと、じゃあ俺桃奈々やるから、お前彼氏やれよ。わかりました。どうぞ。どういうふうにやればいいですか、これいや、は。だから、みんなに教えてよ。だから、お前彼氏やれ。俺桃奈々やるから。だから普通に。お腹すいたわ。なんか食べる？ねえ、作るよ。作ってくれんの？何作ってくれるん？オムライス。オムライスめっちゃいいやん。オムライス、俺が作るの別格だから、ほんと。ほんま？一流シェフより、ほんまに？一流シェフより美味しいよ。ほんま？作ってえな。じゃない。作るよ。ちょっとなんか幸せな感じなかったな。なかったっすか。なんか今のくだりでも、もう、なんか、ああ、こいつ無理だなって雰囲気になったよ、今、リスナーさんなは。るほど。大丈夫なの？いや、難しいな。まあ、俺は俺で頑張りますけど。桃奈々の、何？桃奈々のことどれくらい好きなの？いつから好きなの？結構もうツイキャス始めた頃からこの人可愛いなと思ったんですよ。ニコ生それが見てな中。かったの？ニコ生、だってもともとニコ生の名前ですよ。桃奈々って。桃エリって名そ前うの。なんですか。俺が初めて見たのツイキャスなんですよ。いつだったかな。お前じゃ無理だよ。無理なんですか。無理だよ。釣り合わない釣りはない。こっちでもダメだ、これはってなってまよ。す。でしょ？いやー。だって桃奈々って配信界で一番美人って言われてるんだよ。そうですよね。普通に可愛いですよね、加藤さんから見て。いや、俺会ったこと何回もあるもん。すげえ、それは。何？何？コンサートとかさ、実際に会いに行ったことあんの？いや、ないですけど、これから行こうかなって感じです。なんか、リア凸とか定期的に開いてるじゃないですか。いや、そういうのも、もう毎回行くぐらいじゃないダメでしょ。で、相手が名前も覚えてないでしょ。洋平くんって呼ばれて初めて、彼氏の切符を手に入れるんだよ。まあ、そうですね。向こう第から一しの。たら誰だよって話じゃそうですね。ん。家に行った？ちゃんと。ファンレター届けに。いや、まだ行ってないです。なんで行かないの？そういう情報を知らなくて。お前、そんなもんなの？お前の好きってそんなもんなの？いや、違いますね。がっかりだよ。お前なんでファンレターとか届けねえんだよ、家に。その情報を知らないっていいう。やいや、それ言い訳でしょ。まあ、そうっす言いね。訳でしょ。今す、お前、本当に好きなの？桃奈のこと。好きっす、めっちゃ好きっだっす。たら今から動けよ。何俺動きに相談があると。お前、ふざけてんだろ。ます。とりあえず、和藤さんにこう聞いて、大手で繋がってるじゃないですか、やっぱ。いやいや、もうそんな関係ないから。今すぐ桃奈の家に行ってファンレターを届けて、で、
僕は傭兵ですと。はい。ナイス・トゥ・ミーチュー。Nice to meet い you. や、それそうでしょ。初めまして言わないダメでそうしょ。ですね。どうああ。も傭兵です。ナイス・トゥ・ミーチューって言って、まずお前の気持ちをしたためた手紙を桃七に渡すところからなんじゃないの。なるほど。第一歩はそこ、当たそりこか前でしなと。ょ。だって向こうからしたら他人なんだから。まあそうですね。誰お前ってなるんですかね。そうでしょ。だって誰かわかんないさ、どこの馬の骨かもわかんないやつと付き合う、お前、女だったら。いやー無理です、それは。もっと自分の立場を考えてさ、そうですね。行動あるのいや。みでしょ。もっとアピールえら。していかないとダメでしょ。そうですね。いやー、じゃあ僕はじゃあまず頑張りますよ。その第一歩の切符を手に入れるでたしめに。ょ。俺半端なやつ嫌いだから。いや、半端なやつ嫌いなんですか。いや、半端なやつ大嫌いだ。じゃあ、和藤さんにも桃七さんにも嫌われないように僕は頑張ります。いやいや、もうね、人の他人の評価を気にしてる時点でもうダメ。え？他人の評価を気にしてる時点で負け。そう。お前本気で桃七のこと好きだったら、お前今すぐ、俺だったらだよ。俺だったら今すぐ、桃七が住んでる家の方角に向かいながら配信回しながら、桃七に会いに行くけどね、俺だったら。なるほど。そうじゃないの。そうですね、確かに。でしょ。ね、好きって言っても、桃奈のこと好きなやつなんかいっぱいいるんだよ。まあそうですね。いや、それ本当思ったんですよ。いや、そうでしょ。俺だけじゃないなって。どれくらいリスナーいるか分かってんじゃん、ツイキャス見たら。何千人もリ相ス当ナーいま抱えす。てんだから。相当います。でしょ？で、多分、合計で言ったら数万人の男から、数万人の男が桃奈の体を狙ってるわけでしょ？はい、でしょ？そうですね。そう。その中で、洋平くんしかいないわって言われないといけないんだよ。ああ、その中から選抜されることが大事ってことで当すたり前でしょ。恋愛ってそういうことでしょ。ですよね。お前は今そんな部屋の中でくだらない放送をやってて、そんなことやってる場合じゃないだろ。そうですね。なんか毎回ダメだな。気持ちでぶつかれよ、男だったら。毎回遅れてる気がする、すべてのことに対して。いや、だから、お前は半端なんだよ。半端なの。本気でやれ、本気で。何事にも。そうだよ。なるほど。そうだよ。じゃあ分かりました。頑張れよ。はい、ありがとうございます。はーい。しょうもない。いやー、ダメだよ。いや、別にね、好きなことを好きって言えないやつはダメ。好きな人に好きだって言えないやつはダメだよ。そう。自分の気持ちを伝えられないやつはカスだよ。男に生まれてきた意味がねえ。まあ、それでね、桃七が、いや、うちは嫌いっつったら、それで終わりでしょ。あとは桃七。全裸さんは命がけだった。そうだよ。みんな桃奈のこと好きなんだよ。はい、みんなワド通。ごめんね。通話中はコメント拾えないからさ、申し訳ない。ワド通。前、好きなことしてとか言ってたよね。え、何言ってるかわかんないわ。何好きなことしてって。誰が言ってたの？主語と述語ちゃんと書いて。コメントだと何言ってるか分かんないから。いくつになっても和道さんは好きって言うの。俺、好きになった人は好きって言うね。自分から。俺は、言う。ただ、付き合うとかは別問題。好きになったら好きって言う。だって、ね。で、相手が好きだったら付き合えばいいと思ってる。のりこさんは全力で愛してたんですか？どういうこと？だから一緒にいいんじゃないの？
何も不自由がなく好きなことをして生きてるんですが、満たされないし人生に飽きたなぁと悩んでるんですが、解決方法ってありますか？多分ね、ソアラの人は成功してるんだと思う。ある程度成功してるんだと思うの、話を聞いてて。で、もうね、そう、要はね、成功者症候群ってあるんだけど、ある程度の成功ってあるんだよ。で、挑戦するものがなくなってるんじゃないですか、多分。俺も経験ありますよ。関心がなくなっていくっていうか、何でも手に入っちゃうっていうか。だから、ワクワクするものとか、新しくチャレンジするものが今ない状態っていうか、それ3年ぐらい僕は周期があって、3年頑張る、で何かが手に入る、で3年間こうモヤモヤするっていうか、バーンアウトっていうかね、いい言葉だね。好きな時に好きなことをするって言ってなかった？じゃあ俺が言ってるのは、好きな人と好きな時に好きな場所で好きなことを好きなだけやる人生っていうことを言ってる。シャイニー、俺が言ってるのは正しく言うとそれね、好きな人と好きなことを好きな時に好きな場所で好きなだけやる。やりたいこと、思うことは全部やっちゃった。じゃあ、後輩育成するべきですよ。なんか、これだって、こいつだって、こいつ可愛がろうとか、こいつを育てようっていう。若い子を育てないと、やっぱり、ある程度年齢がいって、ある程度手に入れたんだったら、その手に入り方が分かんなかったりとか、好きな後輩とか、こいつだって、こいつ可愛がろうっていうやつを見つけて、プレイヤーじゃなくて監督になる立場だと思いますけど。おう、青じいらっしゃい。リスクのない人生は面白くないと思うよ。ありがとう、シャイニー。じゃあ、俺は夢の定義化をしたの。人の夢って何なんだろうと本気で考えて。で、俺の出した答えっていうのが、好きな人と好きなことを好きな時に好きな場所で好きなだけやるって。この5つ以外、5つの言葉を全部包括して、みんなの夢っていう言葉。夢を具体化しただけなの。で、俺は、なんだろう。ちょっと抽象的かもしれないけど、やりたいことがいっぱいあるから、全部やるってだけ。一個しか手に入らないとは思ってないから。ああ、そうなんだ。後輩も育ってたんだ。じゃあ、隠居っすね。じゃあ、隠居っすね。僕がそのステージに行ってないんで、わかんないっす。はい。空の人さんのステージに行ってないんで、僕が。わかんないっす。あ、いいよ。好きな人と、好きな人と。OK。好きなこと。次はこと。好きな時に、時間。人、こと、時間。好きな場所で。あとは期間。好きなだけやる。この順番間違えないで。人、こと。人、こと、時間。場所、期限。あ、26なんだ。まあ年齢は関係ないでしょ。できるやつはできるし、できないやつはできない。男性は安すぎの女性に魅力を感じませんか？人によるとしか言えないよ。人による。あ、風船5個ありがとう。アイテムありがとうございます。応援してくれる人をマンスリー狙ってるんで、アイテムお願いします。これすごい順番大事だから。まずは俺、人だと思ってんの。結婚したいって言ってるのってことなんだよ。で、結婚したいって言ってる人って結婚できないの。なんでかっていうと順番が違うから。普通はこの人と、要は和道さんと、好きなことを結婚で、いつ何歳にどこで、ハワイで挙式を挙げるとかで、いつまでって一生とかね。人がいないのに結婚できるわけねえだろ、バカ野郎って思うでしょ。30歳までに結婚したいって、誰とだよって。人だよ。62歳で人生終わりかけだけど、まだ夢を追ってるね。え、どんな夢を追ってんの、青じいは。世の中すべての願望が手に入って、好きなだけ好きなことをしてる人っているのかな。いたとしてもごくわずか。まあごくわずかだろうね。佐野騎士団、佐野騎士団さん、パフェありがとう。どうもありがとうございます。こんばんは。パフェありがとうね。ごくわずかだろうね。
だったら自分がごくわずかになればいいだけだと思うよ。そうなりたいんじゃなくて、そうなってるかな、今現在。そうなりたいんじゃなくて、形はできてると思う。あとは規模をでかくしたいと思ってる。心の問題だと思ってる、俺は。最近浮気されたり別れたりして人間不信で恋愛見つからないのですが、アドバイスとかありますか？浮気されるような男だったんだよ。浮気されるような男だったんだよ。もっと魅力的な男になれよ。以上だよ、シャイニー。かっこいい男は女の人がほっとかないから。寄ってくるから。浮気されない男になればいいじゃん。違うかな。俺はそう思うけど。浮気されたことあるよ。あるよ。楽しいと満ち足りてるってまだ別なことに気づき。楽しいと満ち足りてるって別なことに気がついた。おまあ夢がなくなったら人は死ぬからな。暇じゃん。夢ってすごい大事だと思うよ。夢がなくなったら人は死ぬんだ。その後が恋愛方法とかどうすればいいと思う。だからやり方じゃないんだって、あり方なんだよ。だからうまくいくやり方なんかないんだよ。うまくいくやつはうまくいくの。恋愛でも仕事でも。どういう人間になるかっていうのを考えた方がいいよ。やり方ばっかり真似しててもしょうがない。自分のなりたい人間になればいいと思う。本物はやり方なんか気にしないよ。和道のなりたい人間、いやだから俺。浮気されて、嫌だったら次の女探せばいいんじゃない。俺は女の尻を追っかけるのあんま好きじゃないから。だからどれくらい俺のことを本気で好きな女が近くにどれくらいいるのかしか考えてないかな。好きならそばにいるだけでしょ。そばにいない女を追っかけてもしょうがない。忙しいんだよ俺は。嫌われたんだったらしょうがないじゃん。嫌われていいじゃん。何も気にする必要ないよ。嫌われたんだったら嫌われたで、それ以上もそれ以下もないよ。何を気にするんだよ。男だろ。雨すげえな、今日。のんちゃん、ボルビックちょうだい。
もしもーし。あ、お疲れ様です。大丈夫ですか、今。あ、今放送中だけど、まずい？あ、いや、まあ、どっちでもいいですよ。あ、本当に？まあ、スピーカーでも大丈夫です。あ、ちょっと夜分遅くすみません。いいよいいよ、全明日、便所太郎と、然。金八さんの面会行こうと思うんですけど、新やっちょも誘ってたんですけど、新やっちょなんか体調不良でちょっとドタキャンになったんですよ。なんで、和藤さん一緒行かないですか、あ、行明日、もく行しあれく。だったらと思って。行く行あ、本当く。ですか。一応、8時に亀有駅前集合なんですけど、朝の8時、早くない？まあ一応8時半にもう8時半に受付しちゃって、10そっ時かか。ら面会って形なんで、なるほど、なるほど。オッケー、オッ受ケ付、はい。そうそう。で、一応僕も新宿から出発タクシーで行こうと思うんですけど、割り勘で一緒行かないですか、もしあ、よかったら行タクこう行こう。シーとかで。オッケー、オッケー。あ、いいですか。新宿のじゃあど7こ？時ぐらいに、どうしましょう。なんかどこでもいいです。僕も。まあ、あとタクシーで乗ってくんで、どっちみち。どこにしようか。また東、新宿駅前とかにしますか、もしあれだったら。どっちもいいよ。東新宿でも俺ほら、はい。電車で行けるから。あ、本当ですか。さあ、じゃあ、そうしましょうか。7時に、じゃあ、東新宿駅で。あ、オッケーオッケー、わかった。はい。よろしくお願いします。ありがとうね、誘ってくれて。はい。はい。失じ礼ゃあ、しまおやすみなさい。す。おやすみはない。さい。します。失礼します。すごいね、光くんほどのスターになると。のんちゃんありがとね、ボルビック。光くんタクシー移動なんだね。風が強くてトラックまっすぐ走りません 台風だからね、ザーザーだよ。晴れてるといいんだけどな。街中を爽快に歩く自分がイメージできました。お、いいじゃん。その時間帯完全アウト。え、何が完全アウトなの？え、何がアウトなの？よくわかんないんだけど。何がアウトなの？今日の朝だって起きたばっかりだよ俺。今東海道は走らない方がいいですよ皆さん マジでそんなやばいの？いや、今日は起きたばっかりだから、そのまま起きて放送ずっとやって、そのまま行こうと思う。そのまま行きます。台風直撃なんだ。関東は台風、いや今台風なおでしょ。ザーザーに降ってるわけだから、多分今台風なおだと思うよ。台風の時頭が重い。俺風邪ひいたっぽいよね。フリーマンいらっしゃい。あ、これからなんだ。痩せたでしょ。腹も全然ほら。まだデブだけど、腹だいぶ引っ込んだはずなんだよね。乗っかってたじゃん。だいぶ引っ込んだでしょ。埼玉、栃木はカオスなことになってる。まあこれからどんどん痩せていくんだろうけど、ただね、うんことか体臭が臭くて今すげえやだ。バッキバキだよ 8パックだよ、8パックね。6パックと8パックって完全に遺伝なの知ってた？俺8パックなんだよね。あ、
まだなんだ。まだ関西とかその辺すげえでかいんだ。ええー。まあまあでもね、銀杯さんに会いたいから行くよ、俺は。銀杯さんに会いに行きます。板橋区も大雨。あ、板橋なんだ、ミノムシさん。今年一の台風、まあそうだろうね。だって窓閉めてんのにさ、ずーっと雨の音が聞こえてくるぐらいだから、土砂降りだよね。まあまあ別に雨ぐらい関係ないよ。あ、影響も広範囲なんだ。すごいね。でもこんなにでかい台風久々じゃん。マジで大丈夫なの？危ない、事故らないように気をつけてよ。危ないよ。片輪浮いたのはちょっと怖いよね。食事制限してるよ、カトラン。食事制限もっていうか、食事制限がメインだね。この前の台風でさえ四国トラック横転してた。今2000円かな、このソファーは。2000円で買ったソファーだね。中古で買ったソファー。安いよね。横転はジムニーがよくわかんないな。春色の汽車に乗って海に連れて行ってよ。タバコの匂いのシャツにそっと寄り添うから。なぜ知り合った日から半年過ぎてもあなたって手も握らない。 I will follow you あなたについて行きたい。 I will follow you ちょっぴり気が弱いけど素敵な人だから心の岸辺に咲いた赤いスイートピー。モッツの激しい雨。ああ、わかんないな、激しい雨。原曲を知らないと歌えないよね、やっぱり。原曲を知らないと。
Imagine there's no heaven. It is if you die. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people limping for today. Yeah. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. An only legend to imagine that all the people living life and peace. You may say I'm a dreamer, but I'm only not the only one. I have said there, you know, join us and the world be as well. そうだね、今日は英語バージョン。お花火ありがとう、ゼミナールさん。おお、2つもくれたの。ゼミナールさん、ありがとう。あざす。ロータスいらっしゃい。When I find my same time of trouble, mother may come to me, speaking well with them, let it be. And in my heart of darkness, she is standing looking for me, speaking well of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, oh, let it be. Whisper well of wisdom, let it be. はいよ、うさぎさん、いってらっしゃい。When the night has come and around it's darkAnd the moon is the only light I'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me,
So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand. Stand by me. Stand by me. If the sky that will keep on should tumble and fall, or the mountain scramble in the sea, I won't cry, I won't cry, I won't shed a tear, just as long as you stand. Stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. Stand by me. Stand by me, oh stand now. Stand by me, stand by me. Whenever you want trouble, you just stand by me, oh stand by me, oh stand now. Stand by me, stand by me. お花、うお、すげえな、ゼミナールさん。大花火さん、ありがとう。なんだ、急になんか変な花火師出てきたぞ。どうした？ちょっと待って、ちょっと待って、なんか変な、なんか花火師が出てきたんだけど、誰？この人誰？ああ、大花火さん、ありがとうございます。なんだろう。急にバブルが来たんだけど。なんだこれ。I can show you the world。 それはな、原曲キーだから。 I can show you the world。 Shiny shaming splendid。 高いな。はい、おやすみ。ゼミナールさん、たくさんありがとうございます。誰だかわかんないけど、すげえ、ありがとう。何者なんだ、いきなり現れたな。ホテルカリフォルニア歌えるのんちゃん。あ、お前バカだよ。リスナーと2人で作るもんだから、配信はつまらないのはお前のせいでもあるんだよ。楽しむ気のねえやつは去れ。ホテルカリフォルニアめっちゃかっこいいよね。タラタタタタタタラタラ。楽しむ気のねえやつは一生楽しめねえから、それは俺の問題じゃねえよ。Yes, yesterday. All my troubles fall away. Now I'll look. わかんねえ。Hard to stay. Oh, I will.
かんないな、イエスだね。イエスタデーわかんないって結構終わってるよね。何もなんだろう、大花火。 If you set your If you set your tenderness It's hard to It's easy hard to find I You can have it Hey, wait, wait, Da, da, da 分かんねえな。It's night on the clock on the Saturday The regular chef is in Then old man sitting next to me Make love to tonic and gin He said Second premiere memory I'm no really sure how to go But the set is sweet Can the new complete 日本語の曲にしよう。のんちゃん歌ってほしい曲。のんちゃん、のりこ、何歌ってほしい？ピアノマン名曲だよね。え？ミスターチルドレン歌おうか。じゃあ、ミスターチルドレン歌おうか。ミスチル難しいからな。夕闇迫る雲の上いつも一羽で飛んでいる鷹はきっと悲しかろう音も途絶えた風の中空をつかんだその翼休めることはできなくて心を何に例えよう鷹のよこの心心を何に例えよう空を舞うような悲しさを雨のそぼ降る岩陰にいつも小さく咲いている花はきっと切なかろう色もかすんだ風雨の中いらっしゃい薄桃色の
花びらをめでてくれる手もなくて、心を何に例えよう、花のようなこの心、心を何に例えよう、雨に打たれる切なさを。わかんねえ、ミスター・チルドレンか。のんちゃんほんとミスチル好きだよね。ミスチルしかわかんないの？出会った人を出会った出会った人を同じように切り裂め煙る静かな夜、目を閉じれば浮かさ。ミスチルがね、小林武史がね、結構難しいんだよね、コード進行が。うん、あとキーがね変わっちゃうの、カポタストがないと。カポタストっていうのはまあカポタストはカポタストだね。変な棒みたいな。そう、クリップだね。ちょっとぐらいの汚れもんならば残さずに全部食べてやる。おう、ダーリン、君は誰？現実を握りしめ、君が僕を疑ってるんならこの喉切ってくれてやる。おう、ダーリン、僕はノーダーリン、大切なものをあげる。Wow, wow。苛立つような街並みに立ったって、感情さえもリアルに持てなくなるそうだけど、こんな不調和な暮らしの中でたまに情緒不安定なんだろう。でもダーリン、共にダーリン、生涯を君に捧げ、あるがままの心で切られぬ弱さを誰かのせいにしてそうしてる。知らぬ間に気づいてた虚しさの檻の中でもがいてるなら、だめだってそうなんだ。これいけるかな。息を切らしてさ駆け抜けた道を振り返りはしないのさ、ただ未来だけを見せない。ダメだ、難しい。愛カンナみたいにね、
黄昏の街を背に抱き合えた抱き合えたあの心がが黄昏の街を背に抱き合えたあの頃が目をかすめる軽はずみな言葉が時に人を傷つけたみな言葉が時に人を傷つ時に人を傷つけた。そして君はいないよ。窓に映る哀れな男が愛しくもあるこの頃では、ああ僕は僕のままで譲れぬ夢を抱えてどこまでも歩き続けてゆくよ。いいだろう Mr. Myself、 いつの日もこの胸に流れてるメロディ、軽やかに緩やかに心を伝うよ。日の当たる坂道を登るその前に、またどこかで会えるといいな、イノセントワー。ペコちゃんおやすみ。あ、これ歌えるかも、のんじゃん。名曲だよ。世間知らずだった少年時代から、自分だけを信じてきたけど、心ある人の支えの中でなんとか生きてる今の僕で、弱音晒したり愚痴をこぼしたり、人の痛みを見てみないふりをして、幸せすぎて大切なことがわかりづらくなった今だから、歌う言葉さえも見つからぬまま、時間に追われ途方に暮れる、愛すべき人よ君も同じように。人は旅路の果てで一体何を手にするんだろう、嘘や矛盾を両手に抱え、それも人だよと悟れるの、愛すべき人よ君に
会いたい。例えばこれが恋とはあっちでも Stay。 僕が落ちれたら迷わず古い荷物を捨て、君は新しいドアを開けて進めばいいんだよ。何を犠牲にしても手に入れないものがあると知って、それを僕と思うのならもう君の好きなようにして、自分を犠牲にしてもいつでも守るべきものはただ一つ、君なんだよ。いつでも君なんだよ。一人テレビはつけたまま、僕は震えている。何か始めようと外は冷たい雨、街は矛盾の雨、君は眠りの中、何の夢を見てる。時は裏切りも悲しみも全てを僕にくれる。眠れずに叫ぶように、体は熱くなるばかり。くな、くなあああ、結論は切れぬ。 Good night 夜を越えて。 Good night 僕らは強く。 Good night 美しく儚さに包まれて、切なさに酔いしれて、影も形もない僕は、素敵なものが欲しいけどあんまり売ってないから、好きな歌を歌う。
髪の毛手のひら愛の光夢よりまばらな寂しい熱許されない誰にも喜ばれない のりこが咲くならば和道は穴ほろ世界は壊れそうになった今流星のような雨の中体で体を強く結びました夜の叫び生命の姿土の中で待て命の球根よ悲しいだけ根を増やせ風に吹かれ乾いた風に吹かれ吐息切り難しいな乾いた風に吹かれなんだこれ乾いた風に吹かれ一人きり歩いてるお客の空へたどり着けるまで灰色で綺麗だったなんだこれ灰色で綺麗だった思いをめちゃくちゃだな、俺この進行
葉に詰まるそぎれた背を見てた。多分みんな知らない曲だけどいい曲なんで聴いてください。言葉に詰まるそぎれた背を見てた。数えの実のべともろく支える白く重ねるたとつく君もそう。その手その足走なくも揃える。瞬く間に凍えるもののすべ。生まれのその日またふと身もだえる。遠く離れてくあだついた君もそう。その身その肩の重荷など忘れて。Gonna widen this sound with you the next trip. Going so far away from me, but the boys and the beer left there and go to the end. We're so high in front of I don't give a shit. None of it is bad. The eyes. ブラフマン、よくわかったね。The eyes.ダメだ、分かんねえ。ラフマンめっちゃいいよね。I'm sorry for Olympic hook, Ropi, I wait so often. That is strange about when I know that we do have for you. Sorry for that with number, you will be just in the same. There's no spark at the with some do be expanded. There's no.ブラフマンいいよね。
スキングビーも聞いてたんだ。もう20年ぐらいやってない？ブラフマ。いつからこんなに大きな思い出せない記憶があったか。遅すぎるな。いつからこんなに大きな思い出せない記憶があったか。どうにも覚えてないのを一つ確かに覚えてるんだな。もう一回何回やったって思い出すのはその顔だ。それでもあなたがなんだか思い出せないままでいるんだな。感情線は地球儀を巡り巡って朝日を追うのに、レールのいらない僕らは望み好んで夜を追うんだな。もう一回何万回やって思い出すのはその顔だ。まぶたに映った淡い雨、聞こえないまま死んだ暗い声。何も知らないままでいるのがあなたを傷つけてはしないか。それで今も眠れないのをあなたが知れば笑うだろうか。簡単な感情ばっか数えたらあなたがくれた。わかんねえな。君の声を聞くたびに目に浮かぶ九十九里浜、しわしわの祖母の手を離、一人で訪れた歓楽街。ママはここの女王様、息写しのような私、誰しもが手を伸べて子供ながらに見せられた歓楽が、15になった私を置いて女王は消えた。毎週金曜日に来てた男と暮らすのだろう。一度栄えし物でも。転調すんだ。知らなかった。必ずや衰えゆく、その意味を知る時を迎え、足を踏み入れた歓楽街。消えていった女を憎めど夏は今。 Oh
え？なんか言った？のんちゃん？なんか言った？残酷な天使のように少年よ神話になれ、青い風が今胸のドアを叩いても、私だけをただ難しいな、ただ見つめて微笑んでるあなた、そっと触れるもの求めることに夢中で、運命さえまだ知らない、いたいけな瞳。ここかっこいいね。だけどいつか気づくでしょう、その背中には、遥か未来目指すための羽があること。残酷な天使のテーゼ、窓目からやって飛び出す。これコード進行めちゃめちゃかっこよくない？エヴァンゲリオンかっこよくね？ちょっとびっくりするんだけど、いやこっちは風やんだね。さっきまですごかった風と雨が。ていうかこの曲かっこいいな。残酷な天使のように少年よ神話になれ、てててれてててててれ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 、青い風が今胸のドアを叩いても、私だけをただ見つめて微笑んでるあなた。かっこいいよね。そっと触れるもの求めることに夢中で、運命さえまだ知らない、いたいけな瞳。かっけえ。だけどいつか気づくでしょう、その背中には、遥か未来目指すための羽があること。残酷な天使のテーゼ、窓
窓目からやがて飛び立つ。ほとばしる熱いパトスで思い出を裏切るなら、この空を抱いて輝く少年よ神話になれ。かっけえ、ここちょっと待って、これかっこよくない？神話になれ、ここかっこいいね。ここ超かっけえ。ちょっと待って、超かっけえ、このコード進行。何これ、かっこよくない？ここ。この曲やばいな。超かっけえ、なんだろうこれ。中二病をくすぐるんだけど。やべえ、残酷の天使のテーゼ超かっこいい。自民党圧勝だろうね。ずっと眠ってる私の愛のゆりかご、あなただけが夢の使者に呼ばれる朝が来る。細い首筋を月明かりが映してる。世界中の時を止めて閉じ込めたいけど、もしも二人会えたことに意味があるなら、私はそう自由を知るためのバイブル。残酷な天使のテーゼ、悲しみがそして始まる。抱きしめた命の形、その夢に目覚めた時、誰よりも光を放つ少年よ神話になれ。人は愛を紡ぎながら歴史を作る。女神なんてなれないまま私は生きる。残酷な天使のテーゼ、窓目からやがて飛び立つ。ほとばしる熱いパトスで思い出を裏切るなら、この空を抱いて輝く少年よ神話になれ。ここ超好き。ダンダダダダダ、ここ超すごいな。神話になれってかっこいいな。出したいな、ここ。
ハスキングビー、ああ、わかんねえな。初見さんいらっしゃい。エヴァンゲリオン。この空を誰か輝く少年よ、神話になれ、神話になれ、神話に、神話になれ。バカありがとう、謎の女。神話に、神話になれ。ここ超好きだわ。神話になれ、かっけえ。これなんだろう。チャチャチャラチャラチャ、チャチャチャラチャラチャ、チャチャチャラチャラチャ。神話になれ、神話になれ。これいいよね。ここ神ってるわ。謎の女ありがとう。超気に入った。チャチャチャラチャチャっていうそのかっこよさ。タッタッタラッタッタッ、割れた鏡の中。元気でいこう。割れた鏡の中、つるつる君の姿、泣いている、泣いている、遅い月をなぞる指、誰を呼んでいるの？の消えた恋の背中、何度でも君の窓を叩くから、夜の加速度に背中をされて、糸難しいな、が切れるように、ただただただ君を強く抱いてた。アンバランスなキスを交わして、愛に近づけよう、君の涙もか。これ無理だな。遠くに向かない。さっき5分ぐらいかけて気に入ったの。いや、エヴァンゲリオンはめっちゃ気に入ったわ。めちゃめちゃかっこよかった。街の人混み、肩がぶつかって一人ぼっち、
立てない草原風がビュンビュンと一人ぼっち、どっちだろう、泣きたくなる場所は二つ丸丸をつけてちょっぴり大人さ。ここもかっこいいね。ここちょっとかっこいいんだけど、二つ丸をつけてちょっぴり大人さ。ここかっこいい。こういうのが好きなんだよね。じゃじゃじゃんみたいな。人空は弾けないかな。原曲はわかんないな。人空はわかんないわ。なんかね、歌いやすいメロディ、綺麗な歌謡曲っぽいメロディーはね、弾きやすいの。大都会に僕はもう一人で、投げ捨てられた空き缶、おやずき合うのようだ、互いのすべてを知り尽くすまでが愛ならば、いっそ永遠に眠ろうか。世界が終わるまでは離れることもない、そう願っていた。幾千の夜と戻れない時だけがなぜか輝いては。あのね、30過ぎて親がどうとかねえから30が出て親がどうとか言ってるやつ、頭おかしいやつだと俺は思ってるわ。T ボラン話したくはないとか、 T ボラン歌えそうだよね。だんだん心惹かれてく、その眩しい笑顔に果てない闇から飛び出そう。 Oh my, oh my heart, oh my heart、Oh my God. 君と出会った時、子供の頃大切に思ってた場所を思い出したんだ。ああ、僕と僕と、ここで合ってるか、と踊って、親不孝したい、知らねえわ。すりゃいいじゃん。ごめんね、素直じゃなくて、ごめんね、素直じゃなくて、夢の中ならいい、退路はショート寸前、今すぐ会いたいよ、泣きたくなるよ、ナムライ
電話もできないみたい。ギターソロ、ギターソロ1個しかできないけどいい、ギターソロ1個しかできないけどいい。の水を聞きたいです。スキャロットネック、スキャロ、そうだ、スキャロ、スキャ、スキャロップネックだ、そうだ、スキャロップだ、そう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 。激しくなってきたね。時に深く僕の中で消える衝動、今もなお青く光る僕は立ち止まっていた。てつてててててつてつてつてててててつてつてつてててててつけつけてつけつけ No I can no no take sanity of time I can no no take sanity No I can no no take sanity of time あの時時止まっていた。あなたの声さえ聞こえなかった。青すぎた僕の衝動、
帰ろうか帰れない青春という名の日へ帰ろうか帰れない青春という名の日へ帰ろうか帰れない僕は立ち止まっていた過ぎゆく時の流れ Yeah, yeah, yeah. あ、どうもありがとうございます。フグセンさん、いつもありがとうございます。反省することなんかねえよ。たまには歌ってほしい。謎の女さんの放送を見るとさ、本当に謎の女な感じがして面白いんだけど、なんか伊丹十三監督みたいな世界観だよね。マルサの女とかさ、謎の女さんの謎の女感がすごいね。なんかアーティストかなんかなんかな。まさに謎の女ってすげえいい小手半だと思うよ。一般人の一般人じゃない人俺知らないんだけど一般人でしょ、みんな一般人ですよ、全員一般人。背中に耳をピッとつけて抱きしめた境界線みたいな体が邪魔だね、どっか行っちゃいそうなのさ、黙ってるパッチ握れそうだからこんな気持ち、代わりバンコでペダルを研いで大好きな日はありとびこしてぐんぐん風を飲み込んでそう飛べそうじゃ。うん、川本誠だね。温かいリズム、
肉の心臓がくっついて。台風すごいね。いやー今日気分いい。台風好きなんだよね俺。血が騒ぐね。なんだろう、なんで台風好きなんだろう。すげえ子供の頃から台風強いの好きなんだよね。学校が休みになる。違う、なんかそういうのじゃなくてなんかこう鳥が騒いだりするとか動物的ななんかあるじゃん。なんか風が来るみたいななんかわかんないけどすげえ好きなんだよ、ガキの頃から。そうざわざわっていうかね、なんかこうこう生きてる感じがするんだよね。投票率どうなんだろうね、わかんねえ。選挙に関わらないキャンペーン絶賛32年やってるからね。台風好きだよ。なんかこう風に当たるとね、こうふわーってなる、ふわーって。台風の時に公園のトンネルか、すげえな。ざわざわするよね、なんかこう。おお、八作さんいらっしゃい。アイテムありがとう。いつもありがとうね。風船10個ありがとう。台風の、なんかね、その、風が強い日が好きなの。春一番とかも好きだし。季節の変わる時のね、生ぬるくて、ゴーって吹く風が好きで。こう、生まれたって感じがするんだよね。よくわかんないけど。生きてるって感じがする。すごい。それは何でか分かんないんだけど。生暖かい風に当たるとなぜか切なくなる。あちょっと腹減ったな。台風の影響で警報出たら休みなら私も助かるんだけど、そうもいかない、うん、休みたいの、うん、はい、こんばんは。解放
関東あたりだと朝からやばそう。いや面会行くかな、やばいのかな。ていうか腹減ったな、腹が減ったな。のんちゃんお腹空かないの？え？寝ちゃおうかなと。ああ。腹が減るんだよな、ダイエットしてると。豆腐？買い出し行った？ヒトラーさん、メガホンありがとう。のりこちゃん、ご飯大丈夫？いや、寝るって言ってるね。何食おうかな。いや別にほっといていいんじゃないの、ツバニャンが言ったとか。嘘はめくれるから。なんか別にツバニャンが言ったとしても、嘘だとしても本当だとしてもどうでもよくない？気になる？そんなに。俺結構どうでもいい情報だと思ってんだけど、俺は全然気にならないかな。そろそろ限界痛いな。金梅さん留守所にいるよ。明日会いに行ってくる。ガンツとみかん、ガツンとみかんさんありがとう。別に謝んなくていいけど。まあ多分言ったの本当だと思うよ。他に行ったっていう人がいないし、俺ツバニャンが行った日にヒカル君と行こうとしてたから、で誰かが先約があって入れないっていう情報があるから、まあ、ツバニャンだったんだって感じだけど。嘘ついてもメリットないじゃん。あんま俺人のことを疑うって嫌いなんだよね。基本的には人の言うことは信じるようにはしてるかな。それまあ嘘ついたらもう付き合わないけどね。一日一組だね。で、三人まで。カル君と便所さんと飯でも食おう。
あ、もう取り合ってるよ。さっきヒカルくんから連絡来て行こうって言って、俺と便所さんとヒカルくんの3人で行く。で、新野町が行けなくなったんで、体調不良かなんかで。みんな取り合ってるよ。まあね、金梅さん有名人だから大変なんだよね、そういう時。朝7時に東新宿か、あと4時間か、うん、台風気をつけるよ。和道さん、ミュウツー見ました？あいつ和道さんと直接話したら叶わないから周りの人、人間潰していく腹なんですかね。いや、多分そうなんじゃないの、わかんない。ミュウツーの放送は見てないんだけど、アキラッパが俺の家に来たのよ、突然。で、なんかアキラッパのこと叩いてるのは知ってて、なんかアキラッパは裏切ったとか言って、で、なんか揉めてるんでしょ、なんか炎上してるって言ってたけど。で、アキラッパもすげえへこんでたの、なんなんすかねっつって。で、俺とのんちゃんが気にしなくていいよっつって、もうこんなのもうあいつが人が離れてくだけだし。で、なんつうんだろう、リスナーにも言われたの、なんか和道さんのアンチのせいでアキラッパが大変ですよって。いや、いや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 って、アキラッパアンチも何もないんだっつ。そのリスナーはバカじゃないから、見てるから。そうね、お前はどうなりたいのかなんじゃないのっつって。で、なんかあれでしょ、ミュウツーがなんか2ちゃんかなんかに情報を漏らしたんでしょ、個人情報を、タヌキかなんかに。あいつしか知らないこと、そんなことやってたらね、もう友達いなくなるよ。なんかアキラッパを2チャンネラーにめくられまくってて、アキラッパに和道と関わるとこうなるよって寝ぼけた。違うよ、あいつが自演してるんでしょ。アキラッパしかし、アキラッパの個人情報を知ってるのミュウツーだけってことでしょ。だからあいつが自分で2チャンネルとかタヌキとかに個人情報を晒して、で、それをそのなんつうの、自演なのに、そのなんかワドアンチと関わる。だってリスナーがさ、アキラッパの個人情報を知ってると思う？冷静に考えて。ありえねえから。アキラッパの個人情報を知ってるのミュウツーしかいないんだよ。だから、そういう人間なんだよ。そういうのめくれるから、いずれ。だから、アキラッパ自身もわかってるでしょ。いや、ただのネクラでしょ。うん。最低なやつだよ。クソだよ、クソ。でも、リスナーが離れていくのは、俺はミュウツーだと思うよ。うん。アキラッパが言ってることは全然だってブレてないもん。俺が和道さんに会いに行って何が悪いんだっつってんの。じゃあ、お前、俺が付き合う人間、なんでお前に報告しないといけないんだよって。一人でなんかその友達のことを売るようなやつなんだよあいつは。だから、でもアキラッパあいつはメンタル弱そうなんで心配ですね。すげえへこんでたよ、放送終わったら。1時間ぐらいなんかうだうだ言ってたよ。気にすんなっつってたけど、気にすんなとは言っといたけど。ただアキラッパの放送見てないし、俺も忙しいから、ミュウツーの放送なんか見る暇なんてないし、犯人はでももう状況から推察するにあいつがやってるとしか思えないよね。だってアキラッパの情報をリスナーさんも知ってるわけねえんだもん。そう思わない？だからミュウツーが売ったんでしょ。自演してるだけだよ。うん。いや、そんなのめくれるから、いずれ。冷静にバカじゃない、ない人が普通に見たら、いやいやいや、お前しかいねえだろ犯人ってなるでしょ。だって俺だってアキラッパと絡みあるわけじゃないし、アキラッパが突然来てんだから。何がなんだかわかんない。巻き込まれてんのこっちだもん。アホくさい、本当に。うん、ねえ。アキラッパメンタル弱えかんな。まあ何でも困ったことがあったら相談すればとは言ったけどね、アキラッパには。なんか食うもんねえかな。スモークツイートある。うまっ、うまっ。
それはいいね。スモークチーズめっちゃうまい。ホイナイツがバカなんでしょ多分。周りから人がいなくなるだけだと思う。いや、スモークチーズめちゃめちゃうめえな。そもそもなんで俺のこと嫌いなのか的を得てないじゃん。だって俺と付き合いないんだもん。付き合い人間を嫌いとかディスるとかっていう心理が分かんないから、会ったことないやつ嫌いって頭おかしいでしょ。うん、あ、そう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 、相手にしてない、うん、好きにすりゃいいじゃん。まあ周りから人離れてくるでしょ。ほっといていいよ。元から相手にしてない、一人で騒いでるだけだ。チーズうまいよ、食べな。スモークチーズとキリがあるから好きな方、両方食べな。差し入れできるよ、そのために行くんだもん。要は金梅さんが中で面会行って欲しいものありますかって聞いて、そう、服とか、ま、現金とか、金梅さんに伝言メッセージ募集するじゃん。あれ差し入れってさ、手紙は差し入れできるんだっけ？うん。
あの A4 の用紙とかできるんだっけ。俺全然届けてもいいよそれ。うまいよね、めちゃめちゃうまいよねそれ。俺にも2つちょうだい、もう2つ。超うまい、スモークチーズうまいね、止まらなくなるぜこれ。のんちゃんいっぱい食べていいよ。あ、また明日買いに行こうよ。スモーク感がすごいよね。2個ちょうだい。あ、やっぱ3個3個ありがとう。じゃあリスナーさんの言葉何メモして俺手紙で送ろうか。その A4 のレポートで送れるのかな。ちょっと待って、リュウジの手紙で検索しようか。リュウジ城、リュウジ城手紙枚数。じゃあ金梅さんに、金梅さんにみんなのメッセージを送ろう。通報した自分を責めていた、自分を責めて、鮫島さんが通報したの。 OK、 あ、まあそれは言っとくよ、俺が覚えてたら。じゃあ枠取り直してコメント募集しようか。枠取り直してコメント募集します。じゃあ一旦終了します。お疲れ様です。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんねんもう